プロジェクションマッピング、2年間関連予算48億、このお金で何ができるか。東京で3人以上の子供がいて家賃が高いけど、でも頑張ってる人たち、それでも住民税非課税世帯の人たちに1月2万家賃補助をすればちょうど1年間で48億円なんです。どちらが生きた税金の使い方でしょうか。プロジェクションマッピングにはまだ続きがあるんです。政官業の癒着、これが疑われる。こういう不透明な契約は全部見直しをしたいと思っています。同じような事例がまだあるんですよ。命の水水道、3年前から2年前水道を止められた都民倍増してます。10万から18万人、郵便が届いてある日水がいきなり止まる。払える人、払えない人、どうやって判断するのか。他の何かを切って水道代に回した人がいたらどうなるんだろうか。この暑い時に電気代を削ったんですか。子供の食べ物を削ったんですか。この方に東京都のこの福祉課につないで差し上げれば、そうしたら一人で歩いていける、生活していける、その方が私はよっぽど生きた皆さんの税金の使われ方になると思うんです。小池さんは光に光を当てるのが大変得意です。でもね、自分で光れる人は光を当ててほしいなんて思ってないんじゃないですか。豊かなものをより豊かにするんではなくて、広がる格差、光と影、伸びる長い影だったら、私はこの影に光を当てて、影が短くなるまで薄くなるまで、その人が一人で立ち上がって自立して歩いていけるように